今まで毎週土曜日って言ったら、高岡の下田の飯店で働いてたんですが、今週というか今日から、こちらの海老坂店っていう二神山の近くの麓ですねのスタンドに入ることになりました。また新しいところですけど頑張りたいと思います。ちなみにこの海老坂店の洗車機、僕が母店で働いているところと同じ洗車機なんですが、導入されたのは去年の11月ということで、中めちゃくちゃ綺麗ですね。いやー、とんでもなく違いますね。僕がいつも洗車機の動画出してるところの洗車機の内側とはちょっとと比べ物にならない綺麗さですね。稼働が始まって半年間ということらしいんですが、やっぱり定期的に綺麗に掃除しておけばこういう美観は維持できるということですよね。ちょっとね、今からここまで綺麗にするっていうのはもう僕の母店の洗車機では難しいのかなと思いますが、なんとかね、暇を見つけたらお掃除して綺麗にしたいなと思いますね。ちなみにこのお店は洗車の吹き上げ場が結構立派な屋根付きの場所になってまして、これは洗車終わった後のお客様喜ばれるんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、実はこの店勤務に入るのは今回が2回目ということで、過去に1回だけこの店手伝いに来たことありました。その時も思ったんですけど、まあまあお客様向けの設備がいい感じのお店ではありますね。これから毎週土曜日はこちらの綺麗な二神山っていう山のふもと、海老坂のお店、こちらの方で土曜日いますので、またよかったら皆さん遊びに来てください。遊びにじゃねえや、給油に来てほしいですね。まだお待ちしてます。で、土曜日はこちらで僕の仕事を受け付けしますので、なんか作業とかあったらまたぜひお声かけください。じゃあ短い動画でしたけどよろしくお願いします。